久保さん今回銀でいきましょうか金と銀金と銀の斧みたいなねどっちを取りますかみたいなねそうまあ金を取るのは大事なんだけども金の前に何があるのかっていう話ですねうんお金は空から降ってこないので何かしらやらないと まあ投資するにしてもお金必要ですしな、まあ、何かの,そのステップが必要ということですね、うん、例えば FX の口座開設しただけで入金されるということはないし銀行口座を開設しただけでお金が振り込まれるということもないし <laughs> まあ何かのアクションですよね、まあ、そもそも銀行口座を開設しなければ 振り込まれることはなないいでですすよねその口座がないわけですから、まあ、何かしらそのアクションが必要ということですよね。うん。だからアクションなくして、うん、振り込まれることもないし、あなたが銀行口座を作るっていうアクションをしなければ、その口座に振り込まれることはないんですよ。つまり、物事には順番があるってことですね。でも多くの人はその順番を飛ばそうとするんで、うん、順番をう 例えばね、小学校の時に大学の勉強を受けて、理解できますかどうですか小学校の時に大学の授業を受けて、理解できますかもし理解できるんだったら、それは一部の天才で、あの、一部の人だと思います、そこは。最初は、やっぱ1、1+1 を勉強しないと。九九を勉強しないと。ね。 算数を勉強しないと数学を理解するのは非常に難しいと思いますけどね。うん。だから、その、なんだろうな。ビジネスもそうで、投資もそうで、全部そうなんですけど、まあ、物事には順番、ステップがあって、それをやっぱ、ステージをこうクリアしていくっていうことが大事ですね。で、その、ステージクリアしていく中でも、も最も僕が大事だと思うのが、うーん。 やっぱ体験してないので経験してないので勉強してもなんだろうなうんうう理解することができないって感じですかね要はなんだろうなまあ学校の授業でも、まあ、昔の言葉ですけど読み書きそろばん読み書きそろばんみたいなね要は算数を勉強したとしてもね その書かないと覚えづらかったりとかね頭の中だけで全部解釈するっていうのは難しいですよまあもちろんできる人もいると思いますけど漢字を覚えるにしてもじゃあその見ただけで見ただけで全部覚えられるのかっていうと多分アクションがあるからこそ書くっていうね漢字まあ昔その小学校の時にね一つの漢字をね20個こう書くとかねなんか漢字ノートとかあったと思うんですけど 漢字ノート一切いらない。らな回見ただけでその感じを暗記できるそれはすごい能力だと思いますけどね <laughs> まあ FX のチャートに関してもいろんな移動平均線引いてみるとかなんかそういうふうにやりながら勉強したことを実際にこうチャート上でこうやったりとかして勉強して実践してその中で勉強したことをより理解して深めていく体験として深めていくってことは大事だと思います うんだから僕は結構その同じ音声とか同じの繰り返し聞くんですよ。で、なんで繰り返し聞くかっていうと、そういうことですね。一回じゃ覚えられないから。うん、だからよくね、久保さんが投資の FX の話するときに、まあ、大体用語すら知らないっていうね。<laughs> FX で勝てない人は用語すら覚えてないみたいなね。そう 基本的なことすら分かってないっていうね。うん。だなんか、やっぱね、人間つうのは仮面ライダーじゃないので、変身ベルトがあって、変身つってね、3分でね、いきなりね、スーパーマンみたいになれないんですよ。でもそこをやっぱね、め憧れる人がいるんですけど、それは妄想なんで、着実に積み上げるしかないと僕は思いますけどね、凡人がね。 特にその天才は別として凡人がなんか成り上がる成功するってなった場合はうん積み上げるしかないですねそうまあお風呂にね入らずねあの、うん、お風呂に入らず体を洗わなかったら赤があ積もっていくと思うんですけど赤がね <laughs> どうですか、うん、このあの1ヶ月前だったかなあの僕あのレンジをね であ,のりょあの、台所の,その上の,あの換気扇か、あれってあそこってすげえ油たまるんですよ。油が。ギト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 にたまるんですけど、5年僕がためたんですけど、めちゃめちゃ汚かったですねで。一気に掃除したんですけど、きれいになって気持ちが良かったんですけど、たまりますね。油も <laughs>。ためると。まあ、ごとかもそうですけど。 そう,うん、そう。毎日僕はあ、あの、今、晩酌というか、まあ、ビールをね、い杯ぐらい、缶ビールい杯ぐらい飲むんですよ。で、あのー、ここの鹿児島って、その缶を捨てるのが1ヶ月に1回ぐらいなんですよ。たまるたまる <laughs>。缶を捨てるのは1ヶ月に1回の廃品回収みたいなのあるんですけど、まあ、缶たまりますね。めちゃくちゃたまってしんどいんですよ。なんか捨てられないんで、なんか。 結構きついですね <laughs> たまりますねまあ、何を貯めるのかあなた次第ですね言ってらっしゃい